さんこんにちは。聞こえない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 。皆さんこんにちは。よーし、ニューロイヤルマスタームンジョンシクです。ここが私を作ってくれた場所です。このベンチに座ってやめるか続けるべきか悩みましたね。書院の紹介もうまくいかず、カラスを眺めながら進めたこともありましたね。お前も使ってみるか、白くなるかもしれないじゃ。今も時間ができるとたまにこの場所に訪ねてパートナーさんの悩みや相談のことを考えたりします。確かにここまでの道のりは簡単ではありませんでした。しかし止まることなく走っていったら5年が過ぎた今、ロイヤルマスターになりました。辛くて逃げ出したパートナーさんたちもたくさんいましたね。私も辛くて逃げ出したい時もたくさんありました。しかし愛するパートナーさんたちがいたし、愛する家族がいます。その方々が私を応援し支えてくれましたね。これからは私を支えてくれたパートナーたちを成功者の席まで行かせるパパのようになろうと思います。とにかく後見授業は諦めさえしなければ成功します。会場にいらっしゃる皆さんも私のことを応援してくれた以上に私からも応援します。まあこの続きは誕生日だってお話しします。お前も使ってみるか。本当変わった。0638834ムン・ジョンシク東京ビジョンセンター。貴殿は霊魂を大切にする心、顧客への深い愛情と配慮により優れたリーダーシップを発揮し、アトミのすべての事業者の願いであるバランスの取れた人生の目標を達成し、無限の栄光である名誉のロイヤルマスターに昇格されました。よってこの賞章を授与いたします。2017年3月31日パク・ハンギル。おめでとうございます。プロモーションはなんと現金500万円、こちらは千円札5000枚でございます。重たいです、気をつけてください。おめでとうございます。ヌーノヤルマスタームンジョンシクです。皆さんありがとうございました。ロイヤルマスターまでちょうど5年という自分の人生シナリオ通りにここまで来られたんですけど、これはアトミジャパンの皆さん、全ての皆さんのおかげさまだと思います。皆さん一人一人の全国に走ってる皆さんのアトミという仕事とモチベーションで精一杯頑張ってくれたおかげさまで私がここまで来られてます。自分の力というより皆さん一人での力で私がここまで来られたと思います。ここに今日初めて来られている皆さん、もしかして初めて1年経つ皆さん、もしかして3年4年5年経つ皆さん、誰もがこの場に立ってると思います。特別な人がこっちに立ってるんじゃなくて、諦めさえしなければ必ずここに立つと思います。本当に皆さんありがとうございます。